皆さんこんにちは、さちねえです。はい、やっとですね、やっと MacBook Pro を買いました。もう2年越しぐらいですね。やっと買いました。本当は MacBook Air を買いに行くつもりだったんですけども、まあなんか処理スピードがやっぱ全然違う、ある程度違うということで MacBook Pro の廉価版を買ってきました。ちょっと最新モデルはですね、高くて、買えなかったので、まあ廉価版でもいいかということで買ってまいりました。はい、中身こんな感じですね。はい、めっちゃ薄い、すごい軽くてですね、これだと、将来的にノマド生活をした時に生活できるかな、わかんないけど、結構軽々とですね持っていけそうです。こんな感じです。もったいないな、なんか使うのもったいないな。すごいいい感じです。なんだろう、開けたらもうすぐなんか起動し始めたんですけど、はい、じゃあこれからちょっと頑張ってやっていきたいと思います。携帯もね、アップルの方に、変えたので、すぐ起動しましたね。はい、アップルの方に変えたので、すごい連動して同期してですね、やりやすいんじゃないかと思います。はい、はい、皆さんおはようございます、さちねえです。これからですね、MacBook Air をパソコンを買いに行きたいと思います。じゃあ行ってきます。じゃあ取り付けに挑戦したいと思います。もうだいぶ取り付けました。あともうちょっと頑張れ。結構力いるんだよね、これね。コツが あいった。なんとなくいけそうじゃない？もうちょっとじゃない？これ、爪が邪魔、めっちゃ爪が長いから邪魔。あと、行ったかもしれない、行ったかもしれない、ほぼ行った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 。ちょっとやった、できた。できた、よかった、できた、やった、できました。ちょっと微妙に中心がずれてますけど、やっと、やっとハンドルカバーつきました。超嬉しい、めっちゃ力いったけど、あのコツさえつかめばできるっていうのが分かりました。コメントしくださった方ありがとうございます。上からじわ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 入れていけばなんとかいけました。ありがとうございます。はい、山田電機の方にですね到着しました。これから MacBook Air 買いに行きたいと思います。行ってきます。これが MacBook Air ですね。こっちが MacBook Air、はい、でこっちがプロですね。プロ、はい、プロの廉価版です。あ、廉価版、はい、こっちが高い方で、でこっちはですね、タッチバーがここでですね、例えばですね、一番分かりやすいのは、例えばサファリ開いた時に、はい、こういう風にこっちは全然ないんですよね、そういう画面出るのは。でこっちはタッチバーが変わってきて、でここでウェブ検索すると、うん、こういう風に変わってくるんですよ。で例えばヤフーが出てるんで、ヤフーのボタンを押すと、ヤフーの、便利ですね。はい、でこっちはいちいち検索するって感じ。あ、そうですね、そっちはついてないんで、はい、でこっちはこれ確かまだ写真がライブラリーなかったと思うんで、はい、これ写真があれば本来はここに写真が出てくるんです、はい、あ、なるほど、はい、今ないんで、はい、でここがボリュームとかどんどんどん画面がどんどんどん変わっていきます、はいはい、まあ、簡単に言うとそういう感じで、あの便利が良くなってる、うん、あの値段的には どんぐらい13万6800円。あ、思ったりそうですね、はい、でこっちが11万台安い方、あ、2万ぐらいのさ、じゃあこっちの方がいい感じですよね、廉価版であれば。ですね、廉価版とその高いバージョンのやつって、はい、CPU ですね、要するに処理能力、あ、処理、あ、早いっていう、はい、
じゃあこれとこれの速さスピード感っていうのはこっちの方が若干速いですね。速い。こっちがですねクワッドコアといって。クワッドコア。はい。はい。で CPU の中にまあ向こうはデュアルで2つにまあ。まあ、1つのパソコンに2人入ってる人間がこっちだと4人入ってるだ1つの仕事をするのにこっちは4人でしましょうとこっちは2人ただ一人一人の能力が少なくて済むんで、あの動画の処理とかをしたいんですけども動画だったらもう早ければ早いほどこっちの方がいい感じですかね。全然分かっていないのでいろいろちょっと教えていただいたりあの初期設定とかもしていただけたりする、はい、有料になるんです。あ、有料大丈夫。いくらぐらいなんですか。向こうの方でテクニカルサポートというコーナーで、はい、大体2万ちょいぐらいから。買っちゃいました。 MacBook Pro ID とパスワードとかご用意ですか。Google の ID とパスワード、はい、あ、プロの技。いや、プロじゃないですよ、私は。私はプロじゃないですよ。この間買うと足りないよね。そういう借り方なんだ。ゴミを取ってるの。あ、そうですね。素人だとそのまま貼っちゃいますよね。でも僕もそんなに貼ったことはない。あとちょっとね、あと2週間待てば分からんのね。はい、9月ありがとうございます。それだと、コピーながらいいですね。今山田電機から、帰るところなんですけども、結局、MacBook Air を買おうとしたところ、やっぱスピードの関係とかいろいろあって MacBook Pro の廉価版を買っちゃいました。はい。で、16万消費税込みで16万6000円くらいだったのかな。うん。でない、いろいろとなんか、会員になると割引とかがあって、あと買うつもり全くなかったんですけども、携帯ですね乗り換えて iPhone に、また Android から iPhone に変えちゃいました。はい。でそれでなんか4万5000円のキャッシュバックがあるということで、でそのうちの3万5000円くらいはなんか機種代に当てることができて、あと残りはですね、この、JCB の、この商品券、JCB の商品券、1万円分に、変えて、くださいました。なのでこの1万円で、いろいろその iPhone の、カバーだったり、あと何ていうのかな、この保護フィルムを買ったりして、まだそれでも何千円か5、6000円、余っているので、また次回ですね、パソコンを引き取りに来るのが来週の3日ぐらいですね、待たなきゃいけないんですけども、それで、来た時にまたこの JCB の商品券を使わせていただこうと思っています。あとなんか、コーヒー無料券とかも2枚ぐらい、いただいちゃったので、来週また、コーヒーをですね、飲みたいと思い、ただコーヒーを飲みたいと思います。はい。なんかすっごいなんかいろいろな出費がですね、かさんでしまって、でも必要なものだったので、まあアプリに変えることでその、Mac の方とですね、まあ、連動できるので、まあ楽かなと思ったので、まあ
2年ぐらいアンドロイドを契約、バイモバイルの方なんですけども契約してたんですけど、なんかキャンペーン期間が終わって結構高い料金を最近払っていたので、1万1000円とか1万2000円ぐらいになる時もあったので、はい、今回 iPhone の8なんですけども、ちょっ と、まだ古いタイプのやつなんですけども、でもそれでも十分だと思うので、それに変えることによって1万円以下ですね。今 Wi-Fi と一緒に契約しているので、まあ、それと合わせて8000、9000円ぐらいかな、なので 2,3000 円は安くなるかなというところです。はい、以上です。はい、では今回は以上になります。どうもありがとうございます。バイバイ。